還元美容、スタッフ募集します。美を養う美容をコンセプトにした新しい美容室です。土浦青山店、このリズムヘアデザイン、スタッフを募集しております。人が全然足りていない状態です。本当に還元美容とバイオプログラミングに特化したサロン。他と全く違うことをやってるので、面白いと思いますね。面白いですね。うん。面白いと思うんですけど、あんまり馴染みがないので、まだまだこう、ね、私とかね、発信力がこう、足りないので、これからこう始まっていく、こう、カラーファンタジーもそうですけど、本当に他の、どのサロンよりも、仕上がりがいい自信はあります。こう、うちの還元美容品、このデケミでクレンジングして、髪をこう、すっぴんにする。肌と同じように、お肌のメイクを取るのと同じように、このデケミでクレンジングして、シリコーンとかコーティング剤とか、こう化学物質、クロリドブロミド系の柔軟剤とか消臭剤の成分ってこう残っちゃうと、こう毛が細くなったりとか毛が溶け出していっちゃうんですけど、そういうのをこう除去するクレンジング剤がありますので、それを使ってまずこう髪をすっぴんにして、軽い毛にしてから、このバイオプログラミング 107D のカラファンタジーをします。もうそうすると本当にね、ユミエリーナの方も言ってましたけど、リズムのお客様はもう仕上がりが良すぎてびっくりするってね言ってました。そう、言うので、もう他店でカラファンタジーをやって、あ、こんなんだったって思っても、うちに来てこのデケミとか他のもっとヘビーなものを落とすクレンジングソフトニングとか EP システムフォーミュラとかヘアスプレーとかワックスを落とす他のヘビーなクレンジングからいろいろあるんですけど、もうクレンジングの処理をしっかりした上でこのバイオプログラミング 107D のカラーファンタジーをすると、もうめちゃめちゃいい仕上がりでツヤツヤで綺麗なカラーファンタジーのカラーが楽しめます。それには本当に自信を持っております。還元美容っていうクレンジングに特化したサロン、あとルメリナさんのレプロナイザー、ヘアビューロン、カラーファンタジーをはじめ、バイオプログラミングに特化したサロン。で、本当に面白い美容だと思います。なので、ぜひ興味がある方は、土浦店、青山店、ともにスタッフさんを大募集しております。お待ちしております。どちらかというと、土浦店の方が、そうですね。欲しい。欲しいです。ですね。土浦店が本当に、本店になりまして、めちゃくちゃ忙しいですよね。忙しいです、ね、もうリズムヘアデザイン以外ないんじゃないかくらい、本当何もないんですけど、そうです、ね、本当にめちゃくちゃお客様がいらっしゃって混んでる美容室 でめぐみさんと龍馬さんと同社長のゆりださん3人で回してて、本当に回らない状態ぐらいお客様が本当にいらっしゃるので、でそこでこのクレンジング、このデケミとかクレンジングについて面白いと思うので、どんなもんだろうと思ってこう触ってみて、あ、うちだったらレプロナイザーとヘアビューロンしか使わないので、普通のドライヤー、普通のスプレッドアイロンとかコテは一切使わないので、もう髪も傷まないし、オイルとかコーティング剤を使わないので手も荒れない。荒れないですね。ので手荒れで苦しんで美容室をやめないといけない、美容をやりたいのにやめないといけないっていう、そういうことにならない、美容師の方もハッピーになれる美を養う美容を提供しております。ご興味のある方はぜひスタッフ大募集しておりますので、問い合わせいただければ大変嬉しいです。圧倒的にですね、土浦店、土浦本店のリズムヘアデザインの方が人が足りないっていうことで、土浦本店に勤続4年目の龍馬さん、龍馬スタイリストから、土浦本店のスタッフを募集していますっていうメッセージをちょっとお願いしたいと思います。リズムヘアデザインではスタッフの募集をしております。特に若いスタッフさん募集しています。僕は美容学校卒業後にリズムヘアデザインに就職させていただき4年が経ちましたが、美を養う美容というのはすごくやりがいがありますし、自分が成長できる環境だと思ってます。美容を養う美容をお客様に提供していますが、若い方から幅広い年代までこの美容をしていただきたいと思っております。10代20代の方、若いから大丈夫ではなく、
若いうちからが大事なんです。オイルやコーティング剤を使わなくてもサラサラツヤツヤの髪になれるという美容を幅広い世代に発信していきたいと思っています。今までにない、聞いたことがない面白い美容ですので、ぜひ一緒にリズムヘアデザインの美容を提供していただけるスタッフさんをお待ちしております。よろしくお願いします。求人のお問い合わせは YouTube のタイトルをタップしてメールアドレス LINE からお問い合わせください。